大石吉野心法営6年3月1日は、江戸時代中期の武士、宗名は領、領位通称の吉野心は書状によって、吉千代となっているものもある。宗名は、元海。元六四年、赤江藩筆頭家老、大石吉尾とその妻陸の次男として、赤江の大石邸で生まれる。元六十四年、赤江藩海役後、縁林寺で、 反省残務処理にあたる父吉は、ことが落ち着くまで5月11日に、妻の陸やこの吉金、吉野心、空、瑠璃たちを、田島国豊岡の石田浜以降のもとに送った。同年7月に、大石が京都の山品に住居を落ち着けると、西市も山品へ移ったが、吉野心だけは豊岡に留め置かれた。その後、 元六十五年四月頃に打ち入りに加わる決意をした兄、吉金を除き、打ち入りに連座しないように絶縁された母たちが、豊岡に戻ってきた。吉野心も連座しないようにするためか、同年十月に、豊岡の木の関軍竹の村ス国の縁通寺に滞在していた第九に弟子入りして仏門に入り、ソ連元会と称した。その後、 豊岡の広告寺の雪村のもとに移ったが、宝永6年3月1日に死去した。去年19、姉空と同じ豊岡の征服寺に葬られた。ありがとうございます。